始まってるんですね。いや、どうなんすか。とりあえずテーブル出しても、あ、もちろんです。はい、選手が動けるんであれば、あのこの決まってる状態から出せられるんであれば、あのレフリーはそのまま見て流しますけど、ただしそれが長時間決まってこれ以上やったらちょっとね、危ない。俺でもね、準備運動もあんまりしない。あの精神に関わるがあるとまあ落ちても基本的にはすぐ蘇生しますので大丈夫なんですけど、あんまりちょっと俺でもあん中だったら俺自分が行った方がもうモンスター枯れるんじゃないか。鼻水が出て毒だけもうそのなる前でちょっと止める。畳じゃなかったか、うん、今日撮影します長田です。はい、どうも。はい、どうも。みんな言ってたかも。もうぼちぼち、はい、もうみんな、はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。上を、上は脱いでもらって、で、そのまあ着替えとか、まあ、いくつとんだけど、その辺も取らせてもらおうかな。おそらく関係者しか言っちゃダメなんだろうか。大丈夫なの？いいの？お風呂風呂来ちゃいましたけど。あ、でも、今日来たこと自体グローブはあるんです。グローブあります。10秒だから1分じゃなかったんですよ。着替えていいです。へぇ、と思ってる。じゃあ、すいません。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。それと、すいません、あの、はい、ちょっと今まだ同意書ちょっとひな型がなくて、はい、今入ってるので後でちょっと確認していただいて。はい、もちろんです。すいません、試合前にもちょっと10分前までには、はい、ありがとうございます。見なきゃいけないじゃん。もう終わったよ。言ってよ。どんだけ変態なんだよ。
それだって色変わる。すごい、なんかやっぱり集会所なんで、住民がどうかじゃないじゃん。テーピングテーピングある。テーピング。工事の両属に、両属に。これ、通報されそうな気がしますよね。パッて閉めてます。本当ですか。開けっぱなしです。なんかね、今日は開けっぱなしがいい。開けっぱなしがいい。ドキドキしてんだけど、私こう借りれなくなっちゃうと思う。あるんだったらもう。では3分3ラウンドで行います、拳での、打撃は OK になります、ただし、肘、バッティング、それから近敵への攻撃は反則になります。その他は、先ほど、説明した通りのルールになりますので、くれぐれも気をつけていい試合をお互いにしてください、うん、では、じゃあ一歩ずつ下がりましょうか。はい。じゃあ行きます。はい。はい。行きます。はい。どうしたら？30分。
ラウンド終了です。いいよ。そう、よくよ。はい。よいしょ。じゃあ、こうなります。直します。また続けて着用。はい。優位なんじゃないの？はい。外して。
から水ちょうだい。ベタベタしてる、はい、ちょっとね、あの引っかかりすぎるから続くんですよ。ベタベタするんですよ。じゃあ、いいですか。はい、再開します。はい、3ラウンドです。はい、はい、いいじゃん、いいじゃん、ほら、ほら、あらすんぷ、ほら、10点法で減点にしてきてください。水大丈夫ですか。水もらっていいか。じゃあすいません、今から30秒後に延長になります。はい、
かがギブアップしなくてもってことね、うん、すみません、リオ選手、場外だけちょっと気をつけてください、はい、まあ、ある程度はちょっとカバーしますけれども、ちょっとだんだん出るようになってきたんで、はい、お互いにちょっと意識して、もし完全に頭が出るようだったらブレイクして、再開です。はい、じゃあ延長戦です。これで勝敗を決めます。はい、悔いのないように。はい、いい試合。はい、ありがとうございます。いい試合です。結構下がって。はい、はい、OK、では延長戦始めます。ファイト。今チカチカする。
田辺さんが、10対9で鈴園選手、磯さんが、10対9で出川さん、で私が10対9で、鈴園君の勝利とします、なので2対1で鈴園選手の勝ちです、お疲れ様です。ナイスファイトです。ありがとうございました。じゃあちょっと高速撮りましょうか、ね、いいですか、はい、あのカメラとか、うん、これあの破けると思うので、はい、あのもう咲くように私、家から持ってこれるので、ちょっとじゃあ